学童保育の片付けってどうしてる？というテーマについて、現役学童保育指導員 YouTuber のゆきいまんがわかりやすくお伝えします。この動画は X で投稿した内容について YouTube ライブで深掘りしていくコーナーです。それをさらにまとめたものを皆さんにお届けしますので、どうぞ最後までお付き合いください。学童保育でおもちゃを取り上げ、指導員は子供に何度も片付けるように声をかける。それでも出しっぱなし、没収です。もう使えませんとなりがち。しかしこれは効果なし。こんな時はまずは片付けない理由を考える。単に忘れているのか、遊びたい欲が強いのか、このあたりの理由を分析。子供に問いかけるのもよし。どうしたら片付けられる？さらに全体の場でも投げかける。片付けってなんで必要？子供から意見をもらう。一緒に考える。物を大切に使う意識を確認し合う。こんな働きかけを指導員は繰り返す。丁寧に積み重ねる子供と築き上げる。ここまですると片付けがうまくいく。没収、叱る、必要なし、という内容をツイートしました。その後 X ではやっぱり子供が片付けないと困りますよね、みたいな返信をいただいたり、だいたい片付けてたら、そんなにガミガミ怒る必要もないんじゃないか、というコメントとかをいただきました。結論というか先に意見を言うと、片付けができないからって没収する、取り上げる、それで良くなった。片付けできる子供たちに大返信。っていうことは、ありません。一つ例を挙げると、新しいボールを出しました。そのボールが運動場に落ちています。片付けしなかったからです。そこでこれからはボールを使えません。って取り上げたところで、次またボールを出した時に今度はちゃんと片付けできるようになるかというと、そうでもありません。ずっと取り上げたまんま、いつそのボールを出すかわかんない。取り上げた指導員側もタイミングを失ってしまう。延々とね、学童の端っこの方に隠して、その存在すら忘れ去られてしまう。そんな状態になったりするのは、逆効果どころか、目的を失ってしまっていますよね。目的は片付けしてほしいでしたよね。私の学童では指導員が物を取り上げていこうかっていうのは見られなかったということです。例えば本を読むとしますよね。それで子供たちが読んだその本をちゃんと並べないでほったらかしにする。本棚に読み終わった本を横向けに置く。するとある先生はその本を取り上げて、もうこの本を片付けないんだったらもう没収ですとか言って数を数えるわけですよ。10、9、8、7、6とね。すると没収されたら困るいう子が急いできます。ちゃんと片付けないとダメでしょと指導員が偉そうに怖い顔で言う。そんな感じで片付けを促すケースもあります。ここで気をつけたいのは、その子はその本を読んでいないケースもありますよね。本当に本が大事に思ってる子は本を読み終わったら片付けると思うんですよね。もしくは没収されたら困るから10、9、8のカウントダウンが始まったら片付けに来ますよね。そういった感じで、片付けない子というのは、10、9、8って数を数えても、きっとどっかに行ってしまっていて、全然自分は関係ないと思っている。結局その子は片付けない。片付ける子は、もともと片付けられる子。そこが問題となりますよね。そうなってしまうと誰のために片付けましょうと指導員が声をかけているかわからなくなると思うので、そういったやり方とかは避けたいですよね。もうこれから本は読めません。何かバッグを与えて片付けるように促す。もう新しいおもちゃは買えません。こういうのは避けたいですよね。これで結局子供たちの中で何が起こるかというと、新しいものを買ってもらえないから片付ける、遊べなくなるから片付ける、というような順番になりますよね。本来はそうじゃありませんよね。なぜ片付けるか？その理由をきちんと伝えたいですよね。本だったら本が綺麗に整っている方が次また選びやすいね。読みやすいよね。だから整頓して片付けるといいよということ。レゴブロックが散らかったまんまだったら足で踏んでしまったら困るし、大事なパーツが見つからないってなってしまうと次また遊ぶ時にみんなが困るから片付けるわけですよね。掃除とかと感覚が似てますよね。掃除をするのは、何かばって掃除させられるんじゃなくって部屋をきれいにするために掃除をする。それが気持ちいいから、というように。この部分が指導員が伝えたい本質部分のはずですよね。みんなが気持ちよく快適にそこで過ごせるように片付けって必要なんですよね。そこの部分をしっかり伝えておかないと次遊べなくなるから没収されるからとばって子供を動かす。コントロールするのは違いますよね。本来は、理想は、片付けってなんで必要を？って子供に聞いた時に先生におもちゃ取られるからみたいな回答されると悲しいですよね。だから部屋が綺麗な状態が気持ちいいね。と指導員と子供が確認し合えるのがナイスだと思うんですよね。またその他の方法として、どうしたら片付けれるかどうかを子供に聞いてみるというのもおすすめです。例えば本が散らかっていましたこのケース。それを全体で、例えばおやつを食べる前夜食べた後の時間に、または終わりの回とかでみんなに聞いてみます。ちょっとみんなに聞いてもらいたいことがある。今日ね。この大事な本が4冊も横向きになっていたんだ。そのうちの1冊は、
折り目と反対側にガバッと曲がってね、床に落ちていたんだ。それをみんなはどう思う？という風に聞いてみたいですよね。そこで子供たちが本を、例えば本棚に縦向きに直した方がいいとか、別に横向きでもいいんじゃねえかとか、いろんな意見を子供たちからしっかりと聞くということが大事かなと思います。そこでたとえ片付けなんて俺関係ねえぜ、本なんてビリビリでもいいぜって思ってる子がいても、全体の場、みんながいるタイミングで確認する、そういった場を作っておくということが大事だと思うんですね。そうすることで、本読んでこいってほったらかした子に、今度みんなこの前話した時にこういう風に片付けしてみようっていう方向になったの覚えてるよね、片付けをきちんとしたい子の意見が多かったよね、みたいな形でまたその子に話しかけやすくなりますよね。床に本があると踏まれてしまって困るっていう話になったよねと、具体的にその子に話ができますよね。なので指導員が指導員のその感覚だけで、もしくはルールだけ押し付けて片付けなさいという言い方をするだけではなくって、しっかり子供たちの中でどういう片付けのやり方がいいかとかを確認しよう、それが大事だと思います。そこが学童保育の片付けのポイントですね。私もね、実は片付け本当は大の苦手なんですよ。家の中ぐちゃぐちゃに散らかってますからね。誰にも迷惑かからないならそれはそれかもしれませんが、学童保育は違いますよね。集団生活ですからね。なので面倒くさい気持ちはわかるけど、片付けるって大切だねっていうような話を子供と話し合うのもありだと思います。まあそれは片付けが苦手な私だからできるその声の関わりかもしれません。あと一つ片付けのポイントがあります。これは実際に私の学童でやってみて効果抜群だったことです。もうこれをされているところがほとんどかもしれません。それは透明のケースにおもちゃを収納することです。例えばドミノとかありますか？学童にチャラチャラチャラって倒して遊ぶドミノの箱を透明にしたら片付けやすくなったという話です。以前はお菓子とかお土産でもらったカンカンや空き箱にドミノを入れて収納してたんですが、それがドミノが入れてある箱ってことが分かりにくかったんです。ドミノって大きく箱に書いていても分かりにくかったんです。トランプとかもトランプって空き箱に書いていたんですが、それって分かりにくいですよね。なんで片付けにくいかというと、透明じゃないとやっぱり中身が見えないからなんですね。低学年なんて特にね、どれが箱って感じになります。だから片付けができなかった、やりにくかったことがあったんですが、その問題は透明ケースで一発解消です。さらに効果ありなのが、片付けた状態を写真に撮って見えるように置くです。ボードゲームのカードが14枚、この丸い形の積み木2つとかが写真に写っていたら分かりやすいですよね。写真をラミネートしたやつを置いておくと便利ですよね。この通りに片付けましょうっていうのが一目で分かる、そういった工夫というのも指導員としてしっかりとしておくということが基本であり大事かなと思っています。そしてここでも子供と確認してくださいね。おやつの場面とかで、今日からはこういう風に片付けようね、こんな箱を用意しているのでここに入れましょうということを子供たちと確認しておくと、片付けやすい環境が整ってくると思われます。私の学童はもう全部きちんと整理整頓されていて、指導員が子供に声をかけたらすっと動いて完璧に片付けしてくれている学童なのかというと、全然仏風で違います。もうパパパッと指導員が片付けてしまうこともあります。指導員が意地になって運動場を追いかけ回して片付けしなさいって叫ぶ日だってあります。大切にしたいのは子供たちと一緒に考えるっていうことで、片付ける環境についてや片付け方を相談し合えるというのがとても大事かなと思っています。また皆さんからのご意見もたくさん募集します。こういうのうまくいったよとかです、指導員だけじゃなくって子供から子供に伝えるといいよとか、貸し出しチェック表を作って遊具やおもちゃを管理するとうまくいったよとか、そんな感じでいい方法とかがあれば YouTube や X のコメント欄、イオキーマンのよろず相談とかでお知らせください。じゃあね、バイバイ、チャンネル登録よろしくね。